週間の天気をお伝えします。31日火曜日は天気は穏やかなところが多くなりそうです。積雪エリアでは雪かきを進めておくと良さそうですね。そして2月1日になりますと気温がぐっと上がります。東京では14度予想、福岡では16度予想です。日々の寒暖差が大きくなるので体調管理にはご注意ください。そして2日になりますと再び冬型の気圧配置となり、日本海側の地域を中心に大雪や吹雪に警戒が必要です。積雪が増すところが増える見込みです。その後週末には再び雲が広がりやすくなり、一部地域では雨や雪の強まる恐れがあります。最新情報はウェザーニュースのアプリからも確認できますのでご活用ください。